さあやっていきましょう。つむつむ手持ちのものを紹介するまで終わりませんということで、もう7周年記念いろいろ見てたらなんか終わっちゃってるっぽいですね、いろいろね。で続いてはアラジンジャスミンということで、まあ彼女もですね毛は跳ねてないんですけど、あ、毛跳ねてる扱いになるんだ後ろのクルンってなってるところなんですかね。さっきあのズートピアのフィニックを使ってた時は毛の跳ねてない扱いな、まあ、まあ完全にツルツルでしたからねということなんですけど、どうやら彼女は後ろがピョーンってなってるような扱いなっぽいですね。消せない消せない。じゃあマジカーテラーイ、これあれですね、確かソフィアってキャラを使った時にあのなんかプリンセスの2のスキルを6種類くらい使えるってなったのに、もう4回やって全部ジャスミンだったから何の新鮮味もないと思うんですよね、その動画見てくださった方からしたらね。はい、ということでシュルンということでやっていきましょうね。はい、まあでもジャスミンもなかなかセクシーな女性ですよね。衣装がちょっとねおへそ出すってなんかね、まあ皆さんがどういうねこう女性の服装にこう魅力を感じるかですけど、へそ出しスタイルっていうのがねやっぱなんかちょっとねエロさを感じたりしますよね。まあこうそれを何て言うんですかね、なんか日常でやってたらお腹冷えへんって思ったりするけど、ああいうなんかしてるなんかこうもうあとちょっとなんでね、はい、ちょっとめったな発言をしてしまったら、いいくるん横上に積むを消すっていうですね、さりげなく乗ってるアラジンさんも、アラジンね、あんな風にかっこよくちょっとリングをさこう腕でこうポロ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 ってやりながら最後キュッてこう上げて渡すっていうあの仕草かっこいいですよね。あと Do you trust me? っていうあの言い方がかっこいい、本当にアラジン好きな作品ですわ。さあ220万点まで来ましたね。ということであと300万点くらい取れればなんとかクリアできそうなんですが、次また毛の跳ねた粒が回ってくるのでしょうか。ということで、ジャスミンはですねカーペットに乗ってくるんと、巻き上げながら粒を潰していく、そんな、スキルでございました。ということでまた次回では。